それにしてもサクのやつ遅くね。クラウンのインシグニアですから、外に出ることも仕方ないです。主に体力担当と違って。へえへえ、俺は難しいこと苦手ですよ。ノーブルタレ。どんな時にも自らを律するノーブルタランことをですわよ。せっかくサクも先生もいねえのに。ミトリ、最近サクの小言が映ってきたんじゃねえの？映るまでもありませんわよ。私、なすべき時になさぬのは見逃せない性分ですから。ぐらいあまり厳しいことは言わないであげよう。玉尾ちゃん、堅苦しいのが苦手だから。そうは参りませんわ。おとなしさんがいない時にこそ普段以上にしっかりしなければクラウンの保険にも関わりますもの。そんなの誰も見てねえっつうの。玉尾は外側メッキ状態です。ノーブルは遠い。お前はいつも一言多いよ。いいじゃない、せっかくのお茶会なんだし。葛城さんはいつも甘すぎですわよ。自分、サクの味方ですので。告げ口すんなよ。今夜は特別にこのジャンドゥーヤ一つで買収されます。おいしく甘いです。お前、こういう時だけ素早いのな。そういえば、面白い噂を聞きましたわ。噂ってど？
それって、あの話かな。では、知り上がらないのは、タマオザパワーだけですね。マジでなんで？おい、ソラコ、噂ってなんだよ。また来るんだって。でも、今度はエトワールだって。何ですの？エトワールですって？ミトリ、知っていたのでは？小耳に挟んだだけですもの。まさか、エトワールとは。実は、エトワールというのは自分も初めて知りました。ソラコ、今の話はかなりマジですか？だから噂だよ。でも、それによると。あなたはまさか、成田真理。はじめまして、成田さん。私は夜店時のスクールの職員です。あなたと会える日を楽しみにしていました。なるほど。スクールには私の資料が届いているはずだ。顔がわかるのも当然か。では、改めて挨拶しよう。はじめまして、時の女子。成田真理だ。あなたの名前は事前に受け取った案内で見た覚えがあるのだが、私の担当だという理解でいいのかね？ねえ、そうなります。夜が明けてからのことですが、こんな場所とこんな状況で出会えるとは思いませんでした。あの、時の先生、彼をご存知なんですか？ええ。あなたには先ほど話し損ねましたが、彼は成田真理、転校生です。そして彼のグレードはエトワール級、つまり6人目のクラウンということでもあります。そんな、6人目なんて、それも男性型なんて、そんなの、何をもってまさかなのですか、おとなし作。規制の概念にとらわれているようでは、ノーブルへの道は遠いですよ。これまでエトワール級 HMI は女性ばかりでしたが、それが特定の因果的原因による事故だとは証明されたわけではありません。である以上、確率的にはいつであれ男性のエトワールが出現してもおかしくはなかった。それはそうですけど。先ほどはありがとうございました、成田真理。あなたに救っていただいた感謝は、とても言葉では言い尽くせるものではありません。私は音無作。あなたの入学するスクールのエトワールの一人です。成田真理だ、おとなし作。あの、成田真理？
美しい、その豊満なる胸が。は？その麗しき美巨乳が。医師は思いますが、ドン引きされているのでは。愛も怒りも思うだけでどうして伝わるのだね。心情とは言葉に乗せて初めて伝わり、相手の心に届き形を成すのだよ。ジャパニーズ言霊でございますね。医者、ご主人様の持論には全く同感ですが、世の中には伝えていいものと悪いものがあるのです。ジャパンではそれをわびさびというのだとか。つつましさの美徳、なるほど、一理あるが、私としてはこの感動ばかりは声に出さないという選択はないのだ。承知いたしました。では今から筆者は他人ということでお願いします。